桜町前駅は愛知県西尾市緑町4丁目にある名鉄西尾線の駅である。駅番号は GN08。当駅が急行停車駅となった背景として沿線の愛知県立西尾高等学校の通学利用が考慮されたことが挙げられる。当時、同校の学生約1200人のうち半数近くの約500人が当駅を通学に利用しており、うち、 約300人が、釜堀方面から通学していたが、1992年11月のダイヤ改正で、下校時間帯の普通列車が、西尾駅で分断されたため、通学生は、西尾駅で乗り継ぎ待ちを余儀なくされた。登校時間帯は、以前から朝ラッシュ時に一本だけ休校が通学の便を測るため特別停車しており、同校生都会は、下校時も考慮してもらうよう、 名鉄に夕方時間帯の休行4本の特別停車を要望し、地元もこの動きを指示した。名鉄は検討した結果、午後3時から9時までの毎時1本計7本の休行が特別停車するほか、登校時間帯にも新たに2本の休行を特別停車させるなど、要望以上の本数を確保したダイヤ改正を1993年4月より実施することになった。 同年8月の改正で当駅は正式に急行停車駅となり停車本数が増加した。その後2008年6月改正より西洋線を走っていた全車特別車特急が快速急行に格下げされたため当駅に停車する列車の本数が毎時1本増加し従来の3本から4本となった。両編成対応の式1面1線のホームを 持つ地上駅で西尾線内の急行標準停車駅では唯一交換設備を持たない。2007年10月に駅集中管理システムが導入され、ホーム中央付近に簡易駅舎が設置された。自動改札機、自動券売機、簡易列車案内が設置され、ホーム上に待合所がある。古くは西尾中学校の最寄り駅として開業した経緯などから、 通学利用者が多い。近年の1日平均乗車人員は、下表の通り、中学前駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。